はい、今回の動画は、Excel で一瞬で綺麗な表に変換できる2つの便利テクニックをご紹介しますで。Excel でですね、今こちらね、本当に単純な格子の表ですけども、まあ、こういった表をですね、まあ、色をつけたりだとか、線の種類を変えたりだとかして、まあ、もうちょっとね、見栄えのいい表にしたいといったときに、 まあ、もちろん自分で一つ一つで、ね、設定をしていってもいいんですけども、Excel にはね、そういった表のデザインがですね、いくつか用意されているので、これらをね、使うことによって、まあ、自分でね、一つ一つですね、書式の設定とかをしなくても、デザインされた見栄えのいい表に変換することができます。で、これは主に二通りのやり方があるので、今回の動画ではそのね、二つのやり方をご紹介します。 ではね、まず一つ目はですね、Excel のオートフォーマットの機能を使ってですね、そういったデザインされた表に変換するテクニックなんですけども、まずはね、表の中のね、どこのセルでもいいので、どこか選択をしてもらった状態で、キーボードのオルトキーを押して、続けてアルファベットの O、A という形で押してください。はい、そうするとこういった形でこのオートフォーマットのね、画面が出てきますんで、まあ、いろんなデザインが用意されているので、この中からね、自分がね、使いたいデザインのところですね、こちらをね、選択をしてもらって、 で,でこのままね、エンターキーで確定をしてもいいんですけども、ただこのオートフォーマットの機能は、行の高さや列の幅なんかも自動でですね、変わってしまいますんで、もともと作成した表のですね、行の高さであったりだとか、列の幅は変えたくないということであれば、この左下のね、オプションというところをクリックをするか、まあ、もしくはアルファベットの O を押してもらってですね、この下のメニューを表示させて、この行と高さというところですね、こちらのね、チェックマークをね、取るようにしてください。これでエンターキーで確定します。 はい。そうすると、こういった形でですね、オートフォーマットの機能を使って、まあ、自分でね、いろんな書式を設定しなくても、ある程度ね、デザインされた表に変換することができました。はい。では次に2つ目は、テーブルの機能を使ったですね、表のね、変換なんですけども、こちらもですね、表の中のね、どこかセルを選択をしてもらった状態で、キーボードのコントロールキーを押したまま、アルファベットの T を押します。 はい。そうすると、このテーブルの作成っていうね、ウィンドウが表示されますんで、表全体がね、しっかりとね、選択されているかどうかを、まずは確認をしてください。で、今回でいうと、この今ね、下のところ見てもらうとわかるように、こういうね、合計のですね、行がですね、選択範囲から外れてしまうなんていうケースもありますんで、この選択範囲のところはね、しっかり確認してもらった方がいいと思いますんで、まあ、選択範囲がですね、しっかりとこの表全体になっていない場合はですね、まあ、マウスのドラッグとかでね、表全体を選択をしてください。これで Enter キーで確定します。 はい。そうすると、こういった形でですね、この表がテーブルに変換されますんで、あとはね、このテーブルデザインタブの中のこのテーブルスタイルというところでね、まあいろんなデザインが用意されてますんで、この中からね、自分がね、使いたいものを選択をすることによって、素早くね、こういったデザインされた表に変換することができます。 であとこのテーブルに変換した場合はこういった形で、ね、このフィルター機能も追加されますので、まあ、これは、ね、便利な機能ではあるんですけどもただこういった、ね、フィルターの機能はいらないということであればもう、まあ、一度、ね、この表の中どこでもいいので選択をしてテーブルデザインタブを選択をしてこのツールグループの中にあるこの範囲に変換というところですねこちらをクリックをしてください。 そうするとこのテーブルを標準の範囲に変換しますかということなんで範囲、はい、をクリックをするとテーブルに、ね、変換した表をですね、まあ、通常の表に戻すことができます。はい。といったことで今回の動画では Excel で綺麗な表に素早く変換する2つのねテクニックをご紹介しましたけども自分で線のね種類であったりだとかセルの色なんかをですね変更していくのはちょっと面倒だなといった場合はですねこの2つの機能のねどちらかをね使ってもらうと便利だと思います。それでは今回の動画は以上になります。 今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。